は創業以来お客様に支えられて、おかげさまで全国100店舗になりました。地域の皆様に愛されるよう、これからもずっと歩み続けてまいります。街の明かり、心の明かり、キコーナ。はい、皆さんこんばんは。はい、こんばんは。はい、キコーナチャンネル、本日は姫路店から、キコーナ姫路店からの放送です。お願いしま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 す。はい、今日はね、福ちゃん、ガッちゃんと久しぶりにモッフルも出るということで。はい、ありがとうございます。あれでしょ、いやでずっと避けてたんでしょ、放送。いやもう出たくて出たくて出たくて、はい、ちょっとか顔ね、歪んでましたけどね。歪んでる。いや、そんなことないですよ。あ、いやってこと。いや、マジかって感じ。いや、もうすぐにでも出たかったっす、正直。マジか、はい、まあ、前回は、PK やりまして、台と全然関係ない、ね、配信やってるんですけど、まあ、今日もね、ちょっと関係ない配信ということで、1時間ちょっとお付き合いね、いただけたらと思いますんで。鼻が悪いって言われてますけど。え、鼻が悪いって言われてますけど、はい、まあ、昨日ちょっとクオリティ下がってない、大丈夫。いや、多分彼も緊張してると思う。いや、違う、久しぶりすぎて。いや、チャラいキャラで今日行こうと思ってまして。どんな感じでチャラいキャラって。モフモリ、モッフルで、フジモリみたいな。誰も拾わないですけど、誰も拾わないですけど、大丈夫ですかね。モフモフってね、わからんわ。難しいわ。まあ、相変わらずの見切り発車でね、今日は頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、じゃあ、姫路、さっき告知だけいいですかね。はい、まあ、今日と明日と、まあ、こんな感じで、はい、兵庫、はい、一斉オープンという形でやっておりますので、はい、ぜひともお近くのキコーナーに来ていただければなと。はい、でプラス姫路店では、野菜市、はい、ね、特価でちょっと店内で販売という形でやっておりますので、そちらもちょっと気にかけてもらえたらなという感じです。お買い得で、あとですね、明日来ます。来ます。朝市から来ます。誰か来るの。はい、こんなやつが来ます。はい、やって、ふちゃん。弱そうやな。みたいなやつが来るんで、ちょっとお答えを知りたい方はぜひ朝一からキコーナ姫路店へ来られてお待ちしておりますので。なるほどね、はい、ちょっと柿の種美味しそうですけどね。まあ、その辺のボクサーが来るんかなって感じですけど、す、ね、朝から、来ていただいたらいいかなという感じですかね、はい、ぜひぜひ会いに来てください。その人も打つみたいなんで。あ、そうですか、はい、結構ね、パチンコ番組出てらっしゃると思いますんでね、うん、その方、はい、ぜひ、まあ、盛り上がるんじゃないかなと思いますのでね。具志堅ですか、内藤大輔ですか。みんな渋いとこつくな、ほんま。渋いしても美味しいな。渋いわ。具志堅さんとか来たらちょっと周り困るけどね。わかりました、もう一回モノマネしますね。あ、モノマネやったんや。はい、いや、それだから具志堅じゃないですか。ちょっちょね言うて。具志堅、ファイティングポーズちょっとおかしいよね。こんなんじゃなかったですかね、多分。まあ、どっちかやったらちょっとこうね、体重重い系というか、ヘビー級に近いようなボクサーやったような気がしますけどね。まあまあまあ、ぜひぜひ、姫路に来ていただけたら会えますんでね。はい、ぜひお待ちしております。お待ちしております。ちょっちょねって言ってますけどね。はい、ということで、今日姫路店の配信なんですけども、まあ今週割とね、寝台を売ってきたんですけど、うん、まあちょっと土曜日、日曜日はね、ちょっと寝台がないので、そうですね、何するんですかってお話しさせていただいて、まあ、姫路店ならではのスポーツ大会を、そう、大会、今回も間違えないよね、皆さん姫路でスポーツしちゃダメよ。姫路店、お客様は姫路店でバドミントンとかしちゃダメですからね。はい、はい、これはスタッフだけの特権ですのでね、ぜひやりたい方はキコーナ入ってください。よろしくお願いします。姫路店でしかできないですね。そうですね、大きい店やからできるんですよね。そう、はい、これちょっと狭い店とかやったらね、もう大壊れちゃうんで。はい、気をつけてください。ということで、今日は、早速ですけども、第1回キコーナ姫路店、対抗ということで、バドミントン大会でいいんですか。そうですね、はい、いや、ちゃんとね、これどこや、ドンキかコーナーでね、買ってきていただいて、はい、ありがとうございます。ということで、まあ今日は4人いますんで、まあ、シングル戦なり、ダブルスなりできると思いますんで、はい、やっていきましょうかね。じゃあ早速、まあもちろん罰ゲーム込むということで聞いておりますので。そうですね、ネットってどれぐらいの高さ。ネットはちょうどこの板の天井ぐらいですかね。結構ガチですね。こだわるわこの人。しかも勝手にエンディクの備品使うのやめてもらっていいですか。今ちょっと養生テープ残りストック少ないんで、ね、はい、それ羽ついたらどうするんですか、テープのとこ。え、
じゃあこっち側だけしか当たらない。いやいや、ペッてついたらどうするんですか。キャー、モフモリさん。誰やら、モフモリさん。どうもでーす、モフモリでーす。モフモリ。いや、ちょっと、何だっけ、レディオフィッシュやってもらえるんですかね。バトの、はい。やらへんのかい。バドミントンのネットそんな高かったっけって言われてますけど、でもまあまあ高いよね。結構高いんじゃないですかね。はい、なんか体育の時にやった覚えがありますけど。この中でバドミントン得意な人。はーい。嘘。ミントンの可愛いって言われてました。嘘。ミントン。ミントン。何だっけ、あの豚のやつじゃないの。豚ミントン。豚ミントンの可愛いじゃないの。ミントンの可愛い。キャバウィーでってね。真冬にスポーツの祭典、さすが茂るって言ってますね。ということで、じゃあこれどうします、最初シングルでやりますか。ていうか、カメラこっちの方が良かったかもしれないですよ。あー、でもあれですね、あの上と下と撮りますんで、いいですよこれ。ここで大丈夫。あ、いいですよ。この辺で暴れ散らかすけど大丈夫。暴れ散らかすの、こっちの方がいいですかね、真ん中の方が。いや、もう貼ってもうたから無理やな。これもう、もういいよ、時間ないから。はい、福ちゃん、サンシャイン池崎のマネやって。サンシャイン池崎、はい。ポン。え？ちょっと待って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 。事故った事故った。いや、サンシャインマリオかなと思って。あれ？はい、次行きます。はい、ダブルスっていうかネット2つしかないから。そうですね。あ、まあや、シングルしか無理やわ今日。よいしょ。じゃあこんな感じでいいですかね。手もありですか？あ、手。あの2人はネットで1人は手みたいな。ちなみに普通にやるとね、ちょっと面白くないんで。はい。やったら多分。しりとりやるか、ここの動作やりながら打つか、あと利き腕と逆でやるか。あ、それいいですね、店長。どうしましょう。これやったらダブルでいけるんで。打てる？それ無理でしょう。やってみて、軽く。ちょ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 。下手くそか。絶対無理。いやいや、無理でしょう。はい、ということで、こんな感じで、今日は1時間ね。じゃあシングル、どうしましょうか。チーム分けしましょうか。そうす。あ、そうしますか。その代わりうちに、あ、私に当てたら無条件で罰ゲームでお願いしますってことで、了解です。こっちめっちゃ振る、こっちめっちゃ振るじゃないやばいっすね。分かりました。こう突っ込んできてとかね、カメラ破損とかすると、もうこのカメラ代もいただきますんで。請求書は偉い、こっちは。いやいや、この店長前ハンドマイク潰してますから、あの7万円早く払ってください、本当に。何のことや。いやいや、ということで、じゃあチーム分けどうしますか。じゃあ福ちゃんの掛け声で別れましょうか。ではでは行きます。じゃあいつも通りで行きますね、はい、グッパーで分かれましょう。分かりにくいな、いつもか。じゃあチームは、チャラモリさん。じゃあ、誰だっけ。チャラモリ。誰だっけ。チャライさん。チャライさん。あ、モフモリ。モフモリさん、合わせよう。ごめんごめん。ガチャン、バドミントン得意。いや、やったことはないです。マジで。しょうないな、しょうないな。やったことない、やばい。モフル、バドミントン中国女子ペアのマネお願いしますってやってますね。さあ、え、さあって卓球じゃなかったっけ。知らんわこの人。じゃあということでね、じゃあ、ペナルティはマイマイを、マイマイが、え、マイマイに当てた人、私に当てた無条件って言ってました。ネット外した人。外す。いや、これちょっとの触れたらパンって外れちゃうんで。ああ、そうですか、うん、あとあれですかね、向こう側とか行っちゃダメってことですか。そうですね、はい。一応、5ポイント選手にしますか。じゃあ5ポイント選手、はい、3ポイントでいいんじゃないですか。時間も3ポイントでいいですか。3ポイントでシングルと、はい、あとダブルス変えれますしね。じゃあ、ポイント決まるたびに選手交代で。あ、そうです、ね。まあ、チーム戦でいいですかね。卓球わらわらって言ってますけどね。お付き合いいただけたらと思います、ね。へいへい。両方どっちもどっちもがポイント決めたらもう3ポイントで。とりあえずじゃあ最初は普通にやりましょうか。ちょっと力の差が分かんないんで。そうですね、はい。そっから利き腕 NG だったり、ちょっとしりとり入れたりとかしていきます。それバスケじゃないですか。よーおい、審判おかしいぞこの人。どうします。じゃあ先攻後攻というか、先攻いいんじゃないし。え、どっからどっからここまでとか。ここまで。あ、ここまでですね。線だけ気をつけてください、下で。てかこっち若干不利じゃないですか。いや、そうですよ、ずっと思ってました僕は。ちょっと狭い。でもこっちもこうですからね。こっち当てたらあれなんで。はい、やってください。まあ、はい、はい、はい、やりますよ。はい、はい、はい、これ一緒。はい、ボールか陣地か。ボールか陣地。どっちや、どっちボールみたいな。どっちがいい。あ、陣地選ぶかボールかってこと。あー、じゃあ陣地選ぶ。こっちの方がいい。任せるわ。こっちで。はい。じゃあ、はい。店長すみません、ほんま線だけちょっと気をつけてくださいね。ちょ、これもうちょっと線、養生テープで止めた方がいい。引っかかりそう。どこ持ってったんですか。あ、店長やりましょう。どっちかってこの線があれですね。もうちょっとこっち寄せて大丈夫ですか。あ、いいですよ。
すいませんね、段取り悪くて本当にね、もう。ああ、僕じゃなくて。あ、リスナーさんにじゃあ謝ってきました。いや、僕からもじゃあ謝りますが、すんまてーん。チャラいキャラ飲んでます。多分ムカつくって言われる。ガッチャン頑張ってね。優しいね、ガッチャン。いや、モフモリの応援してくれたら絶対いいと思いますわ。何の死んだよ、そのラケットで台壊してもええ、ね、ここで暴風吹かないかな。ここ後ろかなと思って。皆さんこんばんは、今日も山田です。ありがとう。結構狭ない、これ。いける。どこの皆さんこんばんは。え、どこですか、ここですか。後ろはないよ。あ、後ろない感じなんですね。うん、後ろあったらしんどいっすよね。はい、行くで。オッケーです。はい、じゃあ一発目お願いします。はい、行きます。はい、軽く行きます。ちょっ、おお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 、もうほんまにムカつくわ。あ、もう OK です、 OK です。どういう感じか、ある程度は。ある程度いけた。これ、ね、で今ので、1ポイントですね、もうほんまりさん。もうほんまりさん、ちょっと言いにくいんで、もう普通でいいですか。あ、すいません。はい、いきますよ。はい。あ、ちょっと待って、サーブミス、サーブミス、1回だけ。あ、サーブミス1回 OK だな。1回だけです、サーブミスは。打ち方が全然チャラない。何だっけ、フォルテやったっけ。1人5台乗るわ。モフモリムカつくからガッチャン頑張れ。打ち方が全然ちゃらくない。藤森嫌いからモフモリだ、モフモリ。おお、これ何回でもありな。バドミントン2回ぐらいまであるじゃないですかね。え、嘘やん、1人2回ありやったか。どんどんルールできてる。ほんまや。でもあれですよ、僕あの体に当たったんで、当たってから打ったんです、さっきの。ああ、なるほどね。あ、今何対何ですか。今2対0です。え、結局どっちやったんじゃ。え、あの、OK、1-1?2回アウトやってますね。2回アウト。そのラケットでシゲル店長殴りって。じゃああれや。まあじゃあ1-1で。1-1で。なしやろって言ってますね。じゃあ1-1でですか。はい。はい。さあ、どっち？今のちょっと。多分手間。わかりました。じゃあ時間効率のもう一回いきましょう。もう一回ね。はい。審判おらんのかよ。いや、行きますわ、審判。審判かわいい。よし、あー、よし、よし、21、結構地味やな、バドミントン。いや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 、おもろいですね。白熱してよ、白熱。かっこよくちょっと打ちますわ。かっこよく、はい。それミスったらマイナス2とかでいいですか。いや、それはちょっとあれですわ。どこ行ってやる。あ、OK です。じゃあ、はい、スタートで、はい、せーの。OK ならどうだよね。シュールやわ。あ、だから1回サーブミスやね。あ、そうや、サーブミスか。危ない危ない。前ちょっとマイク切ってもらえます。喋ってもらっていいですか。あはい、オッケー。はい、いきます。サーブインスト、アウト、アウト、バッターアウト、バッターアウト。ライフのカメラ上です、上にあります。今のはアウトで、アウト、2回ミスするんで、もう3ポイントです、これで。あ、そう、はい、ゲームセット。やばい、店長乗らんところで。ゲームセット、ゲームセット、3-0。これじゃあ、これとりあえずケツバットでいいですか。じゃあそうっすね、もう負けでいきましょう。店長だけケツバットでいいんじゃないの。そうっすね、うん、そうっすね、言うたあの人。あ、店長戻ります。店長すいません、ケツバット決まりましたんでお願いします。はもうゲーム戦負けでいきます。え、これあ、どっちかバットで。あ、いや、店長でいいんじゃないですか。え、どっちも受けるってことですか、これは。負けた方は。そうでしょうね。いや、責任者でいいんで、店長でいいんじゃないですか。じゃあ、俺、山形、今日は打たないです。今日は打たないです。これはチームの負けです。だから、モッフルムカつくからマイナス1ポイント。じゃあ、後ろ向いて、ちょっと右か左かやって。清掃の方、大福どこはかっといい。こっち？よかったー。そういう質問ないわ。じゃあ、次からちょっとシングルにしましょうか。じゃあ、負けでいこうか。いきますよ、見とってくださいよ。はい。細いですけどな、あ、行きまーす。ええ音なるなこれちょっと折れへん、大丈夫。元からですよ、これは。元からじゃあ次、店長に。ふーちゃん、ちょっとね、パワーアップしてるから。細いの全然来ないんで。チャラくねえじゃん。じゃあ右か左か。当てるわ、俺。やっぱ得。じゃあ、くちゃん、行きましょう。オッケーです。数々のこのケツバットを食らってきたんでね。どういうこと。よいしょ。ザギーマロ。なんか跳ね返ってきたね、今。危なかった。よいしょ、言うてるけど。じゃあ、個人戦にしましょうか。あ、個人戦で。個人戦で。はい。で、ちょっと、しりとりしながらやってもらっていいですか。いや、もう普通のバドミントンでも難しいのに、しりとり。いやいや、普通のバドミントンやってたらシュールやもん、だって。
じゃあしりとり3文字しりとりします。いやまあその3文字3文字限定しますか。これはまた古今東西ね。福ちゃんだんだん上手い、いい音。ホールでバドミントンできるのは気候なだけ。ありがとうございます。はい、じゃあ個人戦誰からいきますか。とりあえずケツバットされた2人からやったんじゃないですか。ああなるほど。えまた罰ゲーム受けながら残り。まあ当たり前ですね。お互いにし合うということでいいですかね。じゃあしりとりしながら、しりとり、答えれなかったら罰ゲームですからね。うわこれ絶対むずいやつやん。とりあえずケツバット、菅姫路お願いします。あ、でもいいです。じゃあしりとりから。文字決まってないですよねこれ。まあもう無制限で、その代わりちゃんと打ち返すときに言ってくださいね。はい、3ポイント、OK、いきますよ。しげるる、危ない。サーブミスなんで、もう一回、もう一回、はい、まだ一回いけます。じゃあ、公平なジャッジお願いしますね。はい、よし。店長が嫌いやからとかなしね。しげる、ま、ルールルールイージーせこないの人。アウトアウト。これむずいよ。言うまではじゃあちょっとこのなんていうポンポンするのあれにしましょうか。じゃあ、なるほど、はい、なるほど。その代わりそれで落としたらあれですよね、ポイント出し。さっきのじゃあ店長に1ポイントですね。店長がちょっとズルしたんで負けってことですね。はい、ガッチャンが1ポイントですね。1-0ですね。はい、じゃあお願いします。刑事ガッチャン。刑事でふわーい。じゃこれで店長考えてたらほんまに打てないですよね。1対1ね。はい、お願いします。考えて適当にいくよ。とりあえずキープしとったらいいじゃん、思いつくまで。あ、それでもいいですよ。できたらそれいきましょう。キープできたらいいけど。一旦いきます。はい、北と東。アウト。キープむずこれ。下手くそがいる。じゃあこれガッチャン2ポイントね。これ5ポイント選手しようか。はい、これ 2-0? 体と頭使えていいよ。いいよね。 2-1 よりによってる攻めかよ。何しよう。めっちゃ考えてるやん普通に。じゃあノーノーでノーで、はい、ノーじゃあ、はいはい、いいでいいで。ヤマトえとーとーはい、頑張れ頑張れ頑張って頑張って、ガチャ頑張って。トマト、うわトマト、トマトパワーやな。ガチャ強え。危なー、来る思わんかった。ガチャ今 3-1 っすね。 3-1 トマトパワーいいよ今。怖い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 、めっちゃ怖い。めっちゃ怖い。山の手線バドミントンにしよう。海アウトです。あ、サービスで1回サービス。張り切って言いましたね。サービスしてた。はい、もう一回いくよ。お願いします。海。今の入ったやな。今のは入りました。入りました。ちょっと後ろ下がりすぎやな。三二で。三二で。そうですね、三二。じゃあ何でいこう。みで。じゃあ戦国を通め。え？ねえねえねえ。この人アウトですよ、レバーの。4-2です、4-2です今。やばい。あ、店長リーチです。あ、あれやね、ガチャあれやね、次で。そうですね、決まるよマッチポイントで。じゃあパチンコのコーで、コーコーコーで。これ出てこへんな、意外に。こうなんかやるぞってなったら。あ、じゃあ、あーで。あー、アリア。おあーあああ自滅、自滅してますよ。3-4です。4対3ですね。めっちゃ遊ばれてるやん。シゲルようえーと言ってますけど、ね、これ上がってこないんで。ああなるほどね。ジャグラーラーね、ラーラーラーね、ラーね。あー長い。これ必死になって思い出てこい。あ、まあ、やばい、これは赤いじゃん。あー、一人で遊んでる。いけ。ほう。よ、あの、すいません、4対4になったんですけど。やばいやばい、すごいな。じゃあこれ、自分でキープしてたら、それに必死なんだって思えへんね。頑張って、頑張って。あー、すごいわ。一発勝負かな。汗やばいな。でも、あれだけでめっちゃ疲れますよ。頑張って。じゃあいきまーす、はい、番長う。はい、サーブしたよ。セーフセーフ。いい勝負やないかって思いますね。
そうそう、パンであった方がいいよね。じゃあ、バジリスク。あはい、あおーっということで、店長、勝ち、合予採用、まあまあ接戦っすね。まあまあ、はい、ということで、じゃあ。これ、古今東西とか絶対無理やね。じゃあ、ガッチャン、ケツバットかな、しげる店長から。めっちゃ疲れてる。これ割れてるやん。そう、割りよった。こっち。お、ほんまおもんないな。まあ多分これで割れるかな。これこっちがいけんのか。ちゃんとコーナーであの新しいの買っといてくださいね。じゃあ行きますね。はい、お願いします。おお。ええ音鳴ったな。ガッチャの笑顔がすごい。痛いな。じゃあ次モッフル対福ちゃん。やりまーす。よし。なんかいける気がする。あ、勝てる？はい。じゃあまたしりとりで。オッケー。何でもいいやんの。何でもいいです。別にパチンコじゃなくて。大丈夫です。館長バット。オッケー。じゃあ始め。はい。いちご。ゴリラ。ラッパ。パイナップル。パラップ。待ってパラップって何今。今誰かパラップって言った。いやパパ。パパ。大ドやったらすぐ出てくるから。大ドは出てきますね。じゃあ次サーブ。よし。いいんですか。じゃあ今のはモッフル1ポイントですね。いきまーす、はい。行きましょう。ちょっと1秒待ってください。しゃ、頭の回転よくなった。タイガーマスク。入った。入るせば。入った。僕2位ですよ。やばいなこれ。よし。オッケー。20。イルカ。カモメ。メダカ。カラス。ああ。よし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 。お、ほこちゃんポイント入りましたね。今21じゃ。21ですね。ちょっと待ってや。頭。よし。いきます。福ちゃん頑張れ。パンダ。第4。待って、第4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 って何。いや、どっちみちウォーついてるからダメですよ。ないし、第4やん。第4って何やろ。はい、3-1。これはやばい。よし。ランマ。え、なんてやつか。ランマ。あ、もう一回行きましょうか。チャラフルさん、キャラちゃんと守ってください。あ、行くわ。よいしょ。よし。カモン。イエー。サザンオールスターズ。ズー待て待て。よし。キープしたらええやん。いや、でも、いいよね。その瞬発力いいよね。ズーって、ズーっておったけどさ。よしよしよし。はい、3人。行きます。3人。パンダ。ダクダク。なんで、ダクダクダク。ダクダク。難しいな。こいつらキープするっていうことせえへんの。意地でも若さやな。4-2。よし。あ、モフルじゃあリーチやね、これ。リーチだ、増やそう。よし、いきまーす。よいしょ。ちょっと待って、出てこへん。よし。花。ナスビ。ミミズ。待って終了。ナスビ。ナスビ。ビビズって何？僕何て言うの？ビビズ言うてる。ほんま無理や。じゃあ福ちゃん、ケツバットですね。びっくりしたわ、今。じゃあこれは1位決定戦とビリ決定戦ですね。そうですね。お願いします。よっしゃー。うわ、マジか。今誰や、下打ちした。やば。多分この中で一番強力やからね、もう来る。先輩、ちょっと行きます。おいっす。いきます。余裕やん。全然余裕やん。煙で取ったんだよ。そっか、いった。じゃあさっきベベ決定戦しましょうか。ベベ決定戦。ちょっと。全然余裕やん。どこ行ったら行ってもたやん。お前や、消えた。遠いわ、福ちゃん。遠いわ。遠いわ、どっか行った。余裕のリアクションじゃないな、あれは。ちっちゃいわ。ちょっとヤバめのリアクションやな。遠いわ。さっき負けたんは、ガッちゃんと、福ちゃんと。うわー、これでも店長とちょっとなんかあれですね。よっしゃ。なんか因縁よね。ガッちゃん行くで。あの、福ちゃんで行くで。マサキングで行こう。まあ、どうでもいいですけどね。余裕じゃない、福ちゃん。行きましょう、じゃあ。よし。行くで。チューハイ。えらいえらい。おー、いいよ。えらいえらい。怖い怖い怖い。怖い怖い怖い。えらいえらい。バーン！よっしゃい！やっぱりキープでき。自滅した。皆さんこんばんは。どうも。今日は。ガチャ、普通に行こう。しりとり。普通でいいから。普通でいい。何だろう。今日はバドミントン大会です。
やっぱりね。やっぱりバドミントンだからバドミントン。はい。皆さんこんばんは言われてるね。はい、こんばんは。チャラチャラい。行きます。海。お。ミミミズミミズ。ズズ。ズなんかあったかな。頑張れ頑張れ。ガチャ自滅ひどいわ。あの絶望感この落ちた時の。下向いて今何体なの ?20 ですね。フグちゃん買ってるよ。ガチャ頑張って。ありますズーズー スイカでもいいやん、スイカでも。ああ、スーとズーのね、変換。あ、変換ありな。変換ありです。よし、そこ行くでー。ガチャ頑張って。お金。猫ーせっかく打ち返したのに !30。ガチャパパって返せられへんかガチャ本気でいけってそうそう本気でいってますよそれでちょっと主任倒しにいかなガチャダメだリンゴ悟空よし今31今ミスったよ OK いくで31石つぶ手手手そもそもこれバドミントンがやばいなガチャやばいなやばい41フグちゃんリーチよし石つぶててててす待ってテスってないあ危ないです危ないです42あいいですか先にテスってラギ知ったんすよ高く上げたらその分考えれるんじゃないうちのちょっとあのアルバイトスタッフの名前あはい、何やねんわっしょいでどっちみち運つくかあかんな僕ちゃんバドミントン心理学関係あんのありますよ右行くか左行くかで心の中に何かが潜んでるよし来いドリンククククククク何やクククク出てこないぞ43クお腹のキーパーむずいいや難しいボールじゃないから、はい、ガチャ43ですよ頑張ってはいあと2ポイントあるんだ勝った勝った勝ったこれで絶対答えられへんもんガープふふふふふふなんかあるこの人危ないこの人危ないくる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 キープやばいキープやばいキープやばい来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 い頑張ってめっちゃいいとこやったやんということで福ちゃん5ポイントイエーイジャケットマットキープめっちゃ上達したやんやったキープめっちゃ重かったなちょっと面白かったけど言ったらよかったやんじゃあ右か左かもう言ってあげたくなったもんなんだっけキープいやチーム戦で次2人がねしりとりしてあげたらいいんじゃないですかねどっちすごいなマジで、うん、なその回避率はすごいよねすごいですねほんまにだからこれ待ってる方からしりとりしたらいいんじゃんそうだからえ待ってる方それチーム戦になりますよ次のチーム戦であチーム戦そう次のチーム戦はね、うん、じゃあここのどうだいでしょうそれ、うん、よし行くで行きましょう地味いやもう絶望感すごいじゃあこれ頂上決戦ですねモッフル VS 決勝よし本気でやろうかあれ羽が羽どこ行ったの羽後ろあああるあるあえじゃあ店長か僕らでいいですかあじゃあシゲル店長頑張ってモッフルにケツバットお願いしますはいどうもどうもいくではいマクロスちょサーブミスでサーブミスで、はい、超えてるんでサーブミスでいきましょうちょっと待ってよ店長あの打ってからあの発言されてませんでしたあもうあ意義あり意義あり意義ありねいこうかな乙女メダカカメメススイカカラススイなんで待って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 今のスイスイって何スイかスイングかかんえこれどっちのさっきはちょっとなんか店長の方持とうとしてません今お前あのやらしいなあの子あの子ゴマすりやな今のはスイングスイーいや負けでいいですいや、まあ、じゃあモフルモフル1ポイントよしガチャ声取ってやる無駄にいい声いきますあ覚えてないです大丈夫パンダダメダメダメって何ダメダメダメ言われたら何もできないじゃないですかねまあまあ
何でもありなんでね。言葉なってるやん。もう一回行きましょう。もう一回行きましょう。もう一回。もう一回。もう一回行きましょう。今のは。もふもりさん店長にもチャラく行こうよ。じゃあ言葉はなしで行きます。言葉なしね。行きます。はい。単語ね。パンダ。だっこ。だっこってなに？だっこでしょ。あのだっこ。だっこだっこでしょ。だっこってなに？なまってます。ラッコと多分混ざった。混ざったよね。はい、ラッコと。おらだっこするって。なるほどですね。あ、この人田舎やったんやな。そうバレた。アウト。じゃあ僕2位ですね。2位1はい行きましょう。どうしようかな。普通で行こうか。椅子、スイカ、カメ、メダカ、カラス、スズメ、よっしゃ、よっしゃ、アドス。あの店長大人げないな。タペストリー俺の味方。ややしいわ。あ、でも22ですよ。さすが頂上決戦ですね。いきます。これずっと同じパターンになってきそうじゃない？カラス、スズメとか。簡単なやつやもんね。極力言ったやつは言わないように。そうよね。極力。判定して同じの言ったらあれやね。はい。極力。高いやつにしよう。時刻少女。タームミスレ。タームミスレ。全然思いつかなかった。今上で思いつこうとした。いきます。ガロ。ロバート。トーンネルズ。トーンネルズすげえ。おっそー。今いいと思うよ、いいと思うよ、いいと思うよ。こっちで、こっちで1点で、1点で。いいよね、わざとずらした感じ、いいよね。3位。何しようかな。一回キープしてみよう、ちょっと俺も。どんなもんか。めっちゃ疲れますよ。マジで。ガチャキープ上手になってたもんね。いくで。はい。カイジ。時間。え？アウト。時間キープしてない。時間言うた、時間言うた。はい、三三。三三。あ、いい勝負ですね。いきます。時刻少女。よ。よっと無理やった。お、これでモフルリーチ。モフルマッチポイント。あれ。四三。羽がどっか行った。おい。羽もう一個なかったでしたっけ？はい、どこ行った羽？羽は羽でない。羽捜索戦になってます。はい、よし、店長からですね。よっしゃ、めっちゃ迷うやつ言ったんね。お願いします。迷うやつ言って行くで。返された時のダメージがね。ガールズ&パンツァー。あー、言うて。いいよ、よよ。お、よよ、いいですね。ちょっと雰囲気変えた。僕も行きます。はい、行きましょう。ルパン三世、行こ。ちょっと待って、あの人、ちょっと待って、ちょい。行こうって何？行こうって言わんかった俺。アウト。あの人、やらしいわ。初見点数ってね。ありがとうございます。勝ちました。くそ。ってことで、シゲル店長負け。モッフル、じゃあ、ケツバットタイム。じゃあ、右か左かね。運命の分かれ道ですからね。もふもりさん、買ったら日頃の恨み晴らせますね。恨みいっぱいやもんな。全然恨んでないですね。地獄少女です、ね、僕はもう細い方を選んでいただきたいです。幻と言われてますね。一個を言うたから。お願いします。はい。おお。いやー、これやばいな。はあ、外さんな俺。オケと外れんな、これな。これ絶対痛いわ。ほんま痛いですよ、店長。いや、店長でもちょっとやっぱゲームなんで、ちょっとこれは。そうやな。血筋マックスいかな。すいません。真剣に、遊びも真剣にせなな。もう本気やな、これ。まあ、見るよ、見るけど、調節。うん。うわ、久しぶりやもんな、もうな。打つのな。いきます。下克上お願いします。えっ、ちょ、シャマカス。なんて、なんて、今、なんて言った。ごめんなさい、ちょっと聞き取れんかった。今のは、うん、はー、マックスって。多分マックスになったと思う。ああ、そう、はい、あ、おおって感じですけどね。血筋マックスが効きましたよ、なるほど。これ、やってない組み合わせは僕と店長。あ、モッフルもやってないのか。モッフルと店長もやってない。こうです。こうやってない。あ、ペアかってこと。ペア。ペアは結構やってない。まだ1チームしかまだ1チームだけですね。じゃあ、とりあえずこっちはこっちへ。お別れグッパイしましょうか。そうですね。お別れグッパイ。グッパイってなに。グッパイ。チャラいからな。ヒリヒリするわ。チャラいからな。はい、グーです。パーの人。あー、これはやばいな。よし。
キープの達人がおるよ、キープの達人が。古今東西するんやったっけ、これ。しましょうか、どっちがいいですか、しりとりがいいですか。古今東西って何やった、あのお題決めてやるやつです。例えば、パチンコ台とか、ね、あそう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 、スロットとかメーカーとか、あー別にそれは地図とかですよね、いっぱいありますよね。あそうそうそう、都道府県とか。あでもそっちの方が言いやすいかもしれん。はい。思いますか、うん、じゃあ、打ち返すのは言ってからにしましょうね。言ってから打つ、オッケーです。打ってしまって言うとか、打ってもう宙に浮いてる時に言ってもたらもうすぐ打ち返せるとか。あ、そう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 。で、オッケーですか。自分とこ来るまでチームが言わんかったらキープせなあかんってこと。はいはいはい、かしました。じゃあお互いにお題出したらいいんじゃないか。やったらいけるな、これはいけるって感じじゃん。じゃあモッフルと福ちゃんが打つ感じ。はい、どっちが打つんですか、店長からほこちゃん。やっぱりガッちゃんは。これ僕言うじゃないですか、うん、言ってから返すって感じ。そうだから即座に言ってくれ、なんか即座に言ったらすぐ返す。あのチームプレイ、チームプレイですから。キープっていうのはないんすか。キープキープはモッフルに頑張ってもらわなあかんで、じゃあキープするのは。俺にキープはない。よし、じゃあこれは前々にお題決めてもらいましょうか。あ、私が決めるんですか、はい、店長たちで決めなくていいんですか。あ、いいですよ、なんでも。はい、でもじゃあ古今東西、イエーイ、女優さんの名前でいきます。なんて女優さんの名前。やばい、それ無理や、ち変わってこら。いや全く分かんないです。女優さんですよ、女優さん。俺女優全然知らない。最初はもっと柔らかくいきましょう。もうちょっと柔らかく、もうちょっと柔らかく。めっちゃ柔らかいやん。女優はちょっと芸能人全然知らないですよ。 あ芸能人で言ったんじゃないですか。そうそう、芸能人でやったらいいやん。女優じゃなくて芸能人。フルネームですか。いや、もう伝わったらええことにしましょう。めんどくさいな、こいつら。じゃあ、いいですよ。はい。じゃあ、芸能人ね。いいですか。はい。じゃあ、僕からいきます。はい。いいです。ダンミツ。アイブサキよしよしよし。よしよし。しかも、めっちゃ高い声。アイブサキめっちゃ高い声。ガチャン今日一やったな。ガチャンやばいな。かわいいかわいい、ガチャンかわいい。相手が言った時点でも言っていいからね。ああ、うん、そうやね。なんかこれ毎回お題変える感じ。いや、いきましょうか、このまま。もう一回じゃあこれでいきましょう。はい、OK、芸能人ですよね。え、芸能人、じゃあ言ったから打つわ。 OK です。うん、あ、言ってから打つんですね。あ、言ってから打つ。はい、ここのどうぞ。いきます、断密。え、同じ。タモリ。よし、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。よし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 、意味が分からん。入ってくると思ってなかったんで、考えてなかったんで。よしよしよし。ガッちゃんいい感じやな。やばい、これ。別の人よ、別の人。芸能人いっぱいおんのに出てこへんな。じゃあ、パチンコ台関係でいいんじゃないですか。パチンコ台もうモフル仕切ったら。北斗の拳とか。あ、機種名。はい、機種名でお願いします。はい、これはもうこれはもういくで。はい、せーの、バ。え、サービスで。危ない危ない、サービスで。ふくちゃん結構波荒いな。怖いんですよ、僕も。よし、じゃあもう一回。えーば、スーパーマン、アリ。よっしゃ、よし、よしよしよし。3-0っすね。やばいな、ちょっと本気でいくわ。え、本気しちゃうかった。え、じゃあ本気でいきますね、僕。あ、キコーラの店舗名言っててください。あ、それはちょっと、これ言わなあかんな。いや、ちょっと待って、とりあえずさっきのやつやりましょうか。ちょっと待って、なんで下手ってんの。多分僕の方が有利ですからね。だって100店舗以上あるんですよ。はい、やりまーす、いきまーす。え、どっちどっち。芸能人で。あ、芸能人で。あ、騎手名、騎手名、騎手名、そうやん。店舗名でええやん。いきます。はい、リング、アリア、海、ルパン。これやばいな。今のは惜しかったな。4-0。あ、もうこれ終わった。よし、あ、もう結構そんなスパンで来るんやと思ってたら、もうどんどん進めました。店長がおっしゃったらもうすぐに言ったらいい。OK です、OK です。さばけたら選手交代で。よし、まだ消し目いく。はい、トキオプレミアム、エヴァ。待て。ちょっと待ってや。よし、これパチンコ限定。いや、スロットでも全然何でも大丈夫です。トキオプレミアム、ゴッド、北斗。よし、あぶんで。こっちでこっちで決めるわ。てか、さっきのタイミングでもう言ってなかったら死んでましたよ。4-1ですね。4-1で。はい、OK、 言って。
ここやな。よし。線気をつけて、ね。花火、海、ゴッド、無双、バジ。よっしゃくそ。お、これ4位ですね、じゃあ。ここで決めます。追い上げてきた。いくよ。はい、ちょっと待って。なんかもう一個危ないところが出てきた。大丈夫かな、そこ。いけそう。大丈夫っす。うん、よし。ここが。せーの。バジリスク。スーパーマン。うわっよしこれはアウト。ここ来ましたけど、ここ。これは。これは。いや、いいよ。いいよ、いいよ。あと死に渡ってないから。あ、いいよ。じゃあもう一回ちょっとサービスで。サービス。もう一回行きましょう。はい、こっちこっちが死に当たった、はい、逆転期待って言ってます。4-2、ね、今4-2です。やばい、これちょっと手持ちの機種がなくなっちゃった。落ち着いて、よし、行こう。はい、せーの、クランキーガルパンオキドキ、おっしょよりありがとうございます。よし、選手交代。オッケー、俺ちょっと速攻で返すわ。任して。これとりあえず福ちゃんの勝ちやんか。はい。で、つい俺負けたらどうなの。11サドンです、ね、それはサドンです。サドンです。てか、これがへこむ。いや、そうなんです。いや、それ元からです。なんか元からはもあの持つようかなと思ったんですけど、小指にこう挟みやすい。え、へこんでる。ここ、いや、こっちへこんでない。あ壊しました。マイクチェック。よし、じゃあ頼むで。テンポ名、テンポ名ちょっとほんまに勘弁してください。いやとりあえずでも神戸エイヤー言えるでしょう。そうやろ、10店舗ぐらい言えるやろ。10店舗は大丈夫ですけど。オッケーです、うん、10店舗ラリー続くと思う、この2人。まあ、そうですね。はい、行きます。お願いします。俺からでいい。いいですよね。はい、行きます。姫路駅前、姫路、神津島、加古川。あ、よしよし、いいよ。ほんまに神戸エリアから攻めてきたな。ほんまや。おますでも、福ちゃんね、自分の、細田店長の店名言ってたね。はい。一回言ったら店舗言っちゃダメよ。あ、次サーブ、こっちじゃん。そう、ボッフルたちが店舗。はい、すいません。危ない。行きまーす。はい。姫路店。もう一回。同じこと言ったらあかんね。同じの言ったらあかんね。え、でもさっき、機種名の時、なんか言ってませんでした。一回終わったら。もう言ったか。お前さん怒ってるから。じゃあ、ほら、もう一回ちょっと、あれやわ。駅前よく行くよ。テンポ頑張って。サーブミス扱いで、さっきの。行きます。そう忘れてた。生田川。エビエ。いいよ。茨城。よしキープのガッチャン、大変やな。連携は図られてたけどな。よしいけるわ、これいけるわ。全然いける。でも、もうほんまに全然出てこへんねんけど、どうしたらいいやろな、これは。僕たぶん78。なんで、あれやん、モフル住んでるところとかあるやん。いや、それさっき言いました。言ったっけ、はい、住んでるとこ。じゃあ、ちょっとお題変えましょうか。店長のお名前お願いします。いや、店舗名答えられるのに店長なめせてそうですね、多分あんまりね、広い店知らんのよね、みんな。じゃあ、はい、好きなアニメにしよう。ああ、アニメね、OK です、はい、アニメ弱いっすわ、僕。まあ、多分大丈夫ですね。いきます。じゃあ、好きなセクシービデオとかにしておきましょうか、僕じゃん。じゃあ、それとアニメ冗談っす、アニメだけでいきます。はい、いきます。 OK、任せて。最悪キープ入ったら、うん、セクシー系のやつやったら僕いけるんで。 OK、いけるんや。よし、じゃあ、いきましょう。セクシーの系のやつはいける。アニメです、すいません。アニメで打ち合わせね、ちゃんとしといて、ね、アニメで。じゃあ、お願いします。ここの土台、好きなアニメ。イエーイ、はい、いきまーす。エヴァンゲリオン。答えは今のセーフでしょ。ちょっと、いや、勘なんですよ、今の勘だらけですよ。あ、よし。21で21、OK、よし、いくで。クレヨンしんちゃん。ドラえもん。悠々白書。ドラゴンボール。ナルト。よし、おっと、じゃあ秋になったら展開早いな、おい。よし。じゃあ3-1ですね、これ。じゃあワンピース。あたしんち。ブリーチ。よし。これやばいんじゃん。4-1や。ライトで見えなくなりました。ああ、そういうことだ。これは明日ホールでバドミントンしよう。すぐここで出す。はい。僕いけるんで、チャラを増してる。ボッフル。タイガーマスク。進撃の巨人。エヴァンゲリオン。あれ、来てる。すごい、頑張って。アウト。あれ、セーフ？アウト？
アウト。ということで、アウト。5-1。ゲームセット。あ、次都道府県でお願いしますよ。でもとりあえず一旦ゲームセット。これで、先にふくちゃん勝てたら、はい、博多にストレート勝ちなんで、はい、2人ケツバット。福本主任が僕。そうね、よし。今この前ツイッターフォローしたよ。 ありがとうございます、俺が可愛いでいい。え、なんていう名前かな。どっちでもいい。リフォローしますね。復讐劇の始まりは。いやもう怖いな。復讐劇映ってない感じが多い。倍返しですね、これは。カメラね、カメラ考えへんから。あ、カメラ、はい、ごめんなさい、はいはいはい、はい、ホールでバドミントンしても怒られないよね。いきます。営業終了後だったらいいですよ。じゃあ右で。うわっ、ほーれアウト。チャラモリ、あ、ね、チャラモリさん頑張ってくださいね。はい、ボホモリさん、ね、川ウィーネあやられたらやり返す。あ、風圧がね、やばいですね、ここまで。あ、そうやね、福ちゃんもうちょっとだけ下がって。あ、いった。いなんか足いかれた、足いかれた、潰された。なんか今巨人、進撃の巨人音で、ね、気候しようと、気候しよう。怖かったって言わ、なんかステップがおかしかった今。ちょっと怖かったちょっと今人間じゃなかったよね。皆さん、あの、夜道には気をつけてください。もうおかしい。いやー、もう一回やってみて。痛がり方おねえやないか。ステップおもろかった。めっちゃ速かったしね。ほんまに、ほんまに。じゃあ、ガッチャン次ね。痛ー。じゃあ右かいで、福ちゃんお尻なぜなら力振ってね。もういいもう赤笑ってる、この人叩かれたのに笑っちゃう。痛すぎて笑ってる。あ、ごめん、ちょっと待って、今いや、もう人間あるよね、極限いったら笑うよね。いや、あの、自分の去り方が面白かったと思って後で YouTube 見てみて、面白かったから、想像以上に。じゃあ右か左か。避けるねー。ガッチャすごいな、危機回避能力ナンバーワンかもしれない。すっげーや、マジで。え、左利きやったっけ。いや、こっちから行きます。福ちゃんの本気見してな。オッケーっす。あ、いた。いきます。よし、お願いします。ちょっと待って、落ち見んといて、ほんまに。ゲラおる、ゲラがおる。さっきの思い出すから。確かに、あのステップ忘れられへん。よし。いや、ほんまに言いたかった。ほら、ほら、力半減。弱っ。力半減してもた。めっちゃおもろいやん。あ、面白かった。面白いやん。さっきのは。じゃあ、どうします次。あ、どうしましょう。じゃあ、個人戦当たって。あ、みんな当たったよね。もうみんな当たったかな。チーム戦で、あの、組んでない人は俺と可愛いかな。あ、じゃあそれしましょうか。テンション、え、これこれはすごいな。これハンデすごいな。でもガッチャン、不可能って言葉はない。あ、よし。あ、どっちからいきますか。どうしよう、次のルールは。いや、同じこと言ったらマイナスにします、ポイント。はい、あ、はい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 。あと普通にここ、じゃあこれで、はい、店舗名でいいんちゃうか。あー、ほんまですね、うん。もしくは県庁名にする。だって県庁所在地でもいいですって言われてますけどね。県庁所在地、はい、あ、日本の地図。あ、そう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 。ああ、兵庫の県庁所在地とか分かりますよね、皆さん。神戸ですよね。そういうこと、そういうこと。全く分かれへん。変わった方がいいんじゃない。でも僕個人的に普通の県で47都道府県でよくない。まあいいですけど、うん。うん、オッケーです。で、アホバレます。47ですね。47の方でいけるやろ。え、僕、はい、でも個人的にちょっと店舗名のやつ聞きたいですけど、なんか福岡市に70何店舗はみたいなやってた。多分70ぐらいいけますよ、僕。マジで。はい。一回それやってみます。一回だけね。一回だけちょっと。じゃあもしもう一発目で間違えたりしたらどうしたらいいですか。ただそこまで続けてや。70回。いや、任せてください。ラリーね。ガッチャンキープのガッチャンやからね。じゃあ一応ね、ちょっと福ちゃんの聞きたいんで、じゃあキコの店舗名同じの言ったらマイナス。はい、行きます。せーの、金子台、寝屋川。カメラ当たった。カメラ当たった、アウト。カメラはアウトや。カメダアウト。カメダアウトな。よし。じゃあ1ポイントでいいですか、とりあえず。はい、いいですよ。はい、じゃあ次行くぜ。せーの、森口、エビエ、野崎、市場のアテ、大東、
野崎マイナス今ちょっと気を付けてもらっていいですか。野崎って言いながら東大阪と僕は言ったんですよ。言ってないプラス、マイナス1あっち。じゃあこっち3ポイントですね。あ、2ポイントってことですね。いや向こうはだから0からのマイナス1やから。あ、オッケーです。はい、じゃあこっち2マイナス1やな。はい、オッケーです。いくで。重曹、茨城、新大阪、茨城、斉藤。ちょっと待って言えてへんやん。いや、これもう一個言い訳言っていいですか。あ、どうぞ。70個多分答えれるんかな。よし、はい、じゃあもう答え変えましょうか。都道府県行きます。都道府県行きます。2今2対マイナス1ね。いや3です。こっち3です。あ、3だ。あ、3か。はい、都道府県です。よし、はい、どっちか行こう。どこでもいいですよ。北か南か。上から行こうか。上からで。北海道、秋田、青森。あ、下です。よし、4マイナス1。はい、もう絶望的やな。よし、4マイナス1。行くで。大阪。よっしゃ。、はい、あ、これ店長があかんやん。そうそう、パッと出てこないんだ。これで4-0です、ね、もう1回言ったやつダメですもんね。店長、上からでお願いします。上から、はい、下からでもいい。あ、じゃあ下からで、ね。はい、鹿児島、兵庫、岩手、吉方。あ、5点いけましたよ、ね、はい、いきました。アウトか。どうも。まあ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 、これやってる方が楽やわ。考える方がしんどい。じゃあ僕アホなんで、ちょっと優しいやつなんかないですか。優しいやつ。はい、そのモッフルじゃ得意分野なんなんですか。モッフル、まあ、結構アニメとか得意でしたけどね。ドラえもんとか、まあ、プロ野球選手とか。あ、ドラえもんのキャラクター。もうちょっとしかおらんけどいい。ちょっとしかおらんけどいいから。ポケモンのキャラクター。あ、ポケモンやったらいけるんだ。どう、ポケモン。よし、ポケモンいける。はい、いける。デジモンかポケモンね。わかりました、ポケモンで。はい、じゃあお願いします。ピカチュウしたら。よし、いきます。はい、ピカチュウ。あー、ぼちょっと待ってよ。危な。これはサーブミスですね。え、ってことはさっきのピカチュウありですよね。ピカチュウあり。はい、ここからこのサーブミス。まあね、シリーズいっぱいあるからね、ポケモン。いきます。ピカチュウ、不思議だね。海流、ゼニガメ、不思議だね。テープ破いちゃう。マイナス2。もうテープいらんのじゃん。テープ、いや、マイナス2。テープはマイナス、とりあえず今マイナス2ですね。テープいらんのじゃん。テープダメですよ、これ。テープいらんくない。よし、必殺技。こっち今2ポイントですか。こっちからでいいの。いや、もう1ポイントでいいよ。1ポイントで、うん、ちょっと力の差があるかも。海流、あ、嘘。こっちあれやわ。嘘ってない。嘘ついたらマイナスやで。向こうから、ね。よし、ゆっくり。オッケー、ゆっくり。ミュウ、ミニリュウ、ハクリュウ、カイリュウ。よし。モッフル、ポケモンの歌歌える？下やった？歌いますよ。そう、選手中カイリュウ。一対一。一対一で。一対一で。よし。あ、こっちですね。よし。いきます。人影、ベイリーフ、リザード、チコリータ、リザードン。これやる人も問題あるよな。なんかベイリーフ、なんかその辺からなんかわけわからなかった。2対1ね、はい。あ、もうこれバドミントン強くなってきた。俺さすがですね、やっぱり。はい、いきます。ジャンプサーブいくわ。そんなんできんの。はい、いいよ、言ってな。カメックス、セイ、アーボック。ガッチャンかわいそうやな。ほんまや。ごめんな、なんか箸引っ張ってんな。あの、言ってええで、ニコ生中はちゃんとやれや、言うて。ええで、ボケ国上やから、ほんまに。配信やから。あ、じゃあさっきのありなんですよね。あ、いいよいいよ。カメックス、アーボック、サンド、ゴース、サンドパン、ゴースト。よし、徳ちゃん自滅多いな。やばいっすね、これ。バドミントン普通に強くなってきたぞ。3-1。ゲンガー、ジャンピングサービスで。もう言った。はい、言いました。 OK です。岩奥、アウト。アウト。かわいそう。顔当たった、アウト。え、あかんの今の。もう一回行きましょうか。早い。喋れて、喋れて、もう。だってバドミントンこんなんじゃない。あ、そうなんですね、まあ競技的には。競技は。もっとゆっくり行きましょう。行きます。ゴー、あ、ゲンガー。岩奥。ユンゲラー。ゴースト。よし。よしよし。3-2で。いきます。あ、ちょっと待ってくださいね。顔当たった、アウト、わらわら。もうマジやったもん今、顔が。マジでしたね。プロ野球、プロ野球。いきます。フリーザー、あちゃんも、ファイヤー。よし。
もう勝ち。もう勝ちです。あれ、4人じゃないの？4人？え、4人やで。4人ですよ。これでリーチ。これでリーチ。危ない。もうすぐ言ったな、すぐ言ったな。はい、すぐ決めるから。はい。ルーキーズみたいに諦めたらあかんねん。よし。もうすぐ決めたな。いきます。ルギア。サンダー。ダーミスター！よし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 。よしよし、4-3ね。4-3。よっしゃ。まあでも、店長リーチなんで。いきます。サンダー。バカシャモ。サンダース。バシャモ。シャワーズ。レックザーよし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 おっと、大指だ4-4光でかぶった、見えんなよしちょっとポケモンの名前が危うくなってきたなお題変えますジュースやで、ジュースデ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 ュースですね、あの、水ポケモンとかそういうのにイメージしたいね、草とかお前言われたないって感じですね今のなんか、クラッチャーの心の声が聞こえたよし、行くよこれ、ラストですねはい行きますキモリゴリョウニャ水ゴロウシャーシャー店長さすがですはい、5対4シャーシャーちょ、僕、山形のやつ行けますわな、僕、福ちゃんこの2人怖いわ怖いわほんま怖い怖い怖い店長、この後にね、うん、その勝ち負けじゃなくて連帯責任ゲームで、うん、ラリーを10回か20回続けるっていうのをやってほしいって言われてるんですけどあー、なるほどですね失敗したらみんなが罰ゲームええ全員っすか？いや当たり前じゃないですか。オッケーです。4人でやるってこと？ 4 人は無理や。いや店長が責任で1人でやってもらって。1人で？どう1人で？連帯責任や言うてる。え、それ逆にラリーできたらどうなるんですか？ラリーできたら罰ゲーム回避でいいんじゃないですか？はいはいはい。はいはいはい。俺と、まあ、じゃあ打ったら3つと変わったんじゃないですか人。ああこう打ってはいはいこう。そう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 。いや絶対無理やろ。20回多分これがなかったら多分いけるんちゃいますあいけるごめんしかも水五郎2回言ってたねって言われてますけど誰ですか水五郎誰水五郎おったなそんなやつじゃあとりあえずじゃあやりましょうか、はい、後ろモッフルうざかわいいあーオッケーオッケーモッフルうざかわいいって言われてますじゃあほんまリスナーの皆さん、はい、ちょっとこの子ずっとこっちなんですよそうね危機回避すごいねちょっとやりたいねちょっと願っとってください念をねはあ、いやこれで回避したらマジですごいんだよマジすごいですねよし、はい、どんだけさっき出てんねんって感じだよねお願いしますうわやばやばやば回避するなすごいですね、うん、これもう追っていいですか本当にいいけどあの 100均で買っといてな回避性能丸やなうんすごい仲間に欲しいねはい仲間に欲しいですね回避カード欲しい回避カードいきますはいもう振りたそうやなあかんこれ全然あ折れた折れたこれ折れたやつやらなあかんの俺なんか逆に痛いかもしれないですよねなんか補修しましょうか本着的な補修しようか、うん、補修あれちょっと待ってあれ養生テープどこ行きな あそこある折れたすごいテープぐるぐる巻きしたいんちゃうぐるぐる巻きでぐるぐる巻きで絵の方で縛りたいんちゃう絵の方、反対ってことですか自分やられたら怒るくせにね死にますよ人にやるときはだけも容赦ないんやからね、ほんと折れたって笑うな大丈夫福ちゃんはこっちを選んでくれるはずいや間違いないですじゃあ僕もほんま選びたいですよはいじゃあラリー20回やるまで帰れ待てんぐらいにしましょうかじゃあもう全然楽勝ですけど、ね、逆に細い方を尻に当てた方が痛いんちゃうよし、じゃあ行きますねさあ回避能力教えて。いや回避したくないんですよ僕。え？はい当てていくんで。めっちゃビビってたやん。めっちゃビビってたやん今。ちなみに今日福ちゃんマジックないのなんか。今日マジックですか？うん。あの心のマジック後からしますわ。はいお願いします。こっち危ないかな。いや多分いけますよ。ちょっと待ってください。反対。ちょっと待ってください。ダメですよ、ダメですよ。確認した、確認した。あかんわ。これダメですよ、ほんま、折れますよ、これ。これあかんわ。はい、それは。あの、やるときは自分たちでいいか確認してくださいね。はい、事故なんで。じゃあ、行きましょう。はい。いくよー。はい。低めでいい？高さ48度で。わからんわー。わからんわ、48度って。ごめん、福ちゃん、店長ちょっとおバカさんなんだよね。わかりやすく言ってあげて。もうちょっと詳しくしたら。48センチぐらいでいい？いや、ちゃんとお尻があって、その真ん中の左の48度上ぐらいです。わからんわー。いや、これ、あの、多分福ちゃん主任も全然わかってない。わかんない。言うてるだけやね。頭パーなって言うてるだけやね。この辺でもいい？これ、こうなりますよ。とりあえずやってもらおうかな、はい、じゃあ。はい。低めにな。こうか。よし。
いけるな。心の魔術。耐えれるな。今日壁ドンせへんかった。正座してるやん。ノーン。ちょっと待ってくださいね。反省中です。どうしたどうした。ふぐちゃんどうした。なんかあったの。チャンスをコメントはちょっと待ってください。なんかあったの。どこ行った。ふくらはぎぐらい。オッケーっす。今の言っていいですか。うん、こう来たじゃないですか。うん、ここちょうどだったの。ちょうどカックンポイントやった。はい、カックン。こうなったんじゃないですか。カックンのあったやったそれ。はい。ちょっと見ますここ。ふくちゃん余裕じゃないもん。別にそんな。痛いっすよっていう感じですね。痛い。知ってた。痛いやつ知ってたよって言ってますね。じゃあとりあえずね、ラリーやってくれって言われてるんで、じゃあこれちょっと姫路店の絆を見してくださいよ。そうですね。楽勝のラッチャンですね、正味。楽勝のラッチャン。正味で言わせてもらったら楽勝のラッチャンですね、先輩。じゃあチャンス3回にしましょうか。それでラリー20回。OK です。続くかどうか。はい。じゃあこれ取っていいですか、もうじゃあ。兄ちゃんを。やる前にちょっとエンジンだけ組んでいいですか、姫路店の。あ、いいですよ。あ、いいですね。まあ明日ね、やっぱり。おぉ聞けた、どこ行ったどこ行った。ちっちゃいちっちゃいちっちゃい、あー遠いわ。ちょっと待ってください、ちょっと待ってくださいね。マイクチェック、マイクチェック。おい、ハプニングすぎるやろ。ちょっと待ってください。びっくりするわ。指3本ぐらい飛んできた。飛んできたね、今ね。今ちょうど。じゃあなんか体が反応してもうて。いや、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。一回見て。僕、大げさじゃないですからね。なんか、わかります手が。いや、今のは振りでしょ、絶対。やってっていう振りやった。いや、さっきのは振りでしたね。じゃあ、とりあえずね。店長、絆を今から深めようとしてるの、僕の右潰したらダメですよ。そう。ちょっとね、また明日もね、この放送見てる人来てもらいたいんで、ちょっと絆をね。いや、ちょっと行きますわ。正直に言わしてもうて。痛いな、やめてあげて。やめてあげてって言われてます。いった。痛いっすね。何してんの。自分でやんの。指指指指指。何自分らで自滅してんの君たち。よし、まあいいや、やろう。エンジンを組んで。思いっきり振らないでくださいね。ああ、これはなりますわ。新しいバットできたの。じゃあ、天井からで。はい、お願いします。逃げた。じゃあ、天井からで。よし。じゃあ、20回いくぞー。あー、はい、じゃあ、ラリー頑張ってください。何や、これ、恐る。いやいや、絆を咲いたのはあなたですよ、店長。じゃあ、これは、二手に分かれて、僕が打ち返したら、福ちゃん主任に渡して、はい。で、また打ち返したら僕が交代で、はい、で、これ補足としては、左回転に行きましょうか。ぶつかる可能性言うたらこういう感じで、こういう感じ邪魔だよ。絶対うまいこといかへんと思う、それ。一回それでやってみよう。あ、一回ちょっと3回チャンスやから。じゃあ20回目出してね。これ20回やったら帰れるって感じですね。そうですね。一応チャンスは3回なんで。ちょ、上に来てな、上に。じゃあちょっとフレッシュ放送はね、ここで終わりたいと思います。空気読んで。じゃあマイマイさんがカウントしてもらっていいですか。1みたいな。私の場合戻るかもしれへんで。めちゃくちゃやな。はい、じゃあ続きはね、ニコ生でお願いします。じゃあ行きます。1、あ、ごめん、今のサービスです。サービス、さっきのサービス。下か。下の、どうしよう。こう、じゃあ行きますね。自由人。はい、それでは行きまーす。お願いします。1、2、3。下手くそか。全然変わる暇あれやん、こんなもん。多分、低い。もうちょっと V に力づくわけな。力づくで。見とってみ。見とってみよう。ちょっと甘いわ。まあ、それか、1回目はこの人たちで任してもいいですけどね。この、固定で。いきますか、20回、はい、行くで、はい、僕と店長、1、ちょっと待ってください。さっきのサービス、さっきのサービス。店長当てて思ったら、こう落下スピード速い。ここの店、ごめん、絆ないな。今からですよ。じゃあ、ほんまに今から行きます。よし。1、2、2、2。これ、ラリーいけるか。いや、俺と1回、モッフルでやらせてみていいです。あ、そうやな。まあまあ、安定はしてるな。ちょっと離れよう。はい。行きます。下から救うの難しいよね。1、2、ちょっとあかんよ。早いっすよ。店長、相手に合わせてあげて。いや、ちょっと協調性やで、相手に合わせてあげてよ。1、2、
三、お、四、おお。でもこれ、勝負いきます、これ。勝負いきます。僕、これ。いきます。一、二、三、四、五、六、お、七、八、九、十、十一、十二、ちょっと安定。十三、大船、十四、十五、十六。17、18、19、20。じゃあ次、福ちゃんとガッチャン。絆なかった。相性悪い人の集まり。まあ、多分俺ここガッチャン一人で29で多分。じゃあキープ、キープな。ガッチャン頼むで。もう3回、ちなみに終わってたからなって言われてますけど。よし。あ、面白い。ここはできたって俺らがやらなかったかな。そう、俺ら帰っていい？ガチャゆっくり行くで。ゆっくり行きましょう。ゆっくり行く。不安と行くから。ちゃんとあのね、イニシアリブ取ってよ。こうした絶対かかる。行くで。お姉さん。一、二、三ガリア。さっきサーブ行こうか。一。ちょっと。あのもうケツバットもんでしょこれ。ちょっと待って。次は同じことしたらちょっとほんまにケツバットする。お前ね、福ちゃん一人でちょっとあれやな。絆が深まりすぎてやばいな。あ、来いや言うてるやんけど。一。これ。びっくりした。やっば。じゃあ、今早く帰ろ。行くで。じゃこっちから行こう。早く帰ろうとお前。ガッチャンが不憫すぎる。問題児。一。二。三。よいしょ。四。四。四。じゃあガッチャン、あの店長かモッフル指名していいよ。どっちとやったらいけそう。20回。じゃあモッフルで。じゃあモッフルさん、ガッチャンの相手してあげて。じゃあガッチャンほなちゃんとしてな。ちゃんとしてなって怖いわ。ちょっと待ってください。それ僕に言います。一番ちゃんとしてません。せやな、せやな。一番この中ではまともやと思ってるよ。一番真面目ですね。うん。よっしゃ来い。俺らのちょっと力を見せよう。お前ですね。特殊人同士じゃないの？そう。うん。頑張ってよ。よっしゃ行ったれ。行け。一。あ、危ない危ない危ない。絆絆。三。C 手間 OK もういけるわ、もういけるな、これいける。1 2 3 4 5、あ、ごめんなさい、6 7。今スマッシュしようとしたやろ。ごめん、仲間やで。当てたらあかんで。1、あ、サービス危ない。でもなんかアドバイスしてあげてくださいよ、ガッチャン。1、2、3、4、5、6、ああ、大丈夫。ガチャ、ガチャ、ガチャ。これがやりやすい。下からすくん、結構難しいよね。ガチャ、俺が行くで。おい、連帯責任やぞってやってます。あ、ごめん、ごめん、ごめん。副庶民同士、大丈夫これ。じゃあ、本気出そうか、ちょっと。賞味な。これでいきます。あ、行きまーす。行きまーす。1、2、3。マイマイさん、ちょっと笑かしてるんですけど。マイマイさん。ガチャやりやすいやろ。さっきのは、リスナーさん、さっきのはちょっと。行くまーす。さっきのはちょっとマイマイさんがペナルティでしょ。ペナルティですね、今のは。ガチャ一人で20回でええでって言われてますから。よし。いよ。2、3、4、5、6、終わらんわ。じゃあ本気だぞ。もうええわ。もう取れたか取れた。取れたか取れた。せーの。1、2、3、4。お、いいよ。5、お、ゆっくり。6、はい、6、7、8、9、9、いける。10、10、はい、11、12、13、頑張れ。10、あ、もうガッチャンもうめっちゃ守るやん、絶対来ない。それ以外のフォームで絶対やれ。安定固定してるわ。もういけるな、でもこれいけるな。もういけるな、ここで決めようか。頑張って、リスナーもみんな見てるから。いきます。よし。てかめっちゃ疲れますよ。よし来い。よし、1、2、3、4、5、おぉ。やっぱ下すぐに苦手やな。ちょっと疲れたら福ちゃんと交代してもいいよ。あ、店長と一回やったらいいんじゃん、店長と。あ、ガッチャンがですか。ガッチャンが。もうガッチャン疲れてるやん。疲れてるやん。福ちゃん一回変わったったら。俺多分思いっきりスマッシュしてしまいますよ、こいつ。え、福ちゃんは店長でいいの？はい。
大丈夫です。相手。はい。相性悪いんじゃん。いいの？いやいや、いいんすよ、実は。実はいいんすよ。実はええねんな。最初から本気でいけ。すいません。ちょっと本気でいきます。はい。1、2、3、4、5、6。おっ、あいや、さっき。今のちょっと僕っすね。高すぎました、ちょっと。ちょっとなんか合わせていって、合わせていこう、合わせていこう。ちょっとこれ涙の涙のこれ。これほんま顔映ってないんかな、ちょっと顔を見てほしい。徳ちゃんの顔映ってるよ。4、5、6、7、8、9。あかんわ、これ下作り。下作りあかん。ちょっと俺もガッチャンにちゃんと見習って徹底してあのフォームで。多分めっちゃ疲れると思う。バカにしてる。1 いや無理やって。無理やガッチャンこれ。よっしゃ、もう一回いきます。いやお前やらんでいい。もうややこしになるから。4、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 4
ろ俺とモッフルだけが成功したそろそろ行きましょうかこれは罰ゲーム1角やなよし確かに疲れるわこれ1 2 はいもう一回行きます1 2 3 4 5 5。じゃあもうやりに行ってますよ、ね、店長やりに行ってますよ。そんなことないよ。体力の限界来とるやん。部活やな。部活。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28。もうダメだ。真っ白なりかけてる。あんな俺ばっかりじゃない動いてるの。いや、いいことです。これ絶対行きましょう。よし。いいことです、言うたら。1、2、3、4、5、5、6、7、8。絆ないわ。くそ。いや、あの、福ちゃん主任が悪いっすよ、ほんまに。福ちゃん、しかも無駄に動いてるよな。オッケー。シゲル巻きで。ちょっとガチで、ガチでお願いします。1、2、3、3、4、4、5、6。いやもうタケットほっとるやん。今の1回にかけたんですよ僕は。じゃあ1回ガッチャンと店長やったら。よしもういけるやろ。よしガッチャンエコがこれ守りますよ。絆がないことはよく分かった。1 相手のこと考えてください。皆さん思ったよりこう見たんで全然お笑いやないか。1、2、3。そうそうそう、優しくね。見てるこっちが力入るわ。当たってるよ。優しく、ほんまや、優しくね。1、2、3、4。データランプがなんとかセーフ。1、2、3、4。疲れてきたかもしれない。それは多分間違いないですね。ちょっと距離合おうこう、距離を。息切れてる。はいはい、やってみて。1、2、3、4、5、6。選手交代。試合してんの？あ、店長もう一回ります。じゃあ店長交代で、ボッフルとフクちゃん。見せましょうか。やりましょうか。てかできたよ、当たり前。あ、当たり前。当たり前。よし。部活思い出すわ。よしよし。これは相性やね。相性。そうですね。やっぱりここで試されますからね。終わらない戦いがここにある。とりあえずまあ肩慣らし程度にちょっと行きましょうか。そうそうね。はい。そうそうそう。早く帰りたい。あ、右にしよう。よし。1、2、3、4。近い近いな。まあまあまあ肩慣らし肩慣らし。よし。行きますよ。行こうか。1、2、3、4、5、6、7。あ、ごめんなさい、さっきのは僕が悪いっすわ。慣れてきたわ。もういけます。あれ、モンフル下手になってきた。もういける。これ、もういけます。高く打ったらいけんのかな。高く打って散らす天井。1、2、3、4、5。ほら、もういける。いやいや、福ちゃんあかんわ。あれはあかんわ。いやでもちょっとあの、いいんすかね、バドミントンみんなやってる人にコツ教えますわ。こう降りてきた時、白のとこ見るんすよ。じゃあ絶対上に上がってくれます。行きますよ。無視無視。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
四、ほら、五。仲悪いわ。仲悪いわ。よし、じゃあそろそろ行きますか。よし。そろそろ仲悪いわ。え、取れました。ここから奇跡が起きます。お願いします。見どころね、今日の。一、二、三、四、五。お、いいよ。いいよ、いいよ。八、九、十、十。福ちゃん強いな。ごめんな。ほんまに。でももういける、もういける。こうやるんじゃなくて、ほんま。こうですね、はい、なんかもう日本代表のアンセム流れそうやもんな、ほんま。1、2、3、4、待て、よし、5、待て待て待て、福ちゃん忙しいよね、一人でね。これ俺とモックル成功したらもう OK でいい。そうですね、ここでもう OK で。それ逃げやん。いやらしい。でも失敗したらじゃあどうしよう、それどうするんですか。じゃあもう全員なんか結果というか罰ゲームないの今日。前前今日一応あれですよ、皆さんへバレンタインデーなんでチョコレート持ってきてますよ。イエーイ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと、はい、普通のチョコレート。え、それお任せします。あ、これ来たわ。マジですか。いや、もうバレンタインデーウィーク突入しましたんで。マジですか。行きましょう。はい。そんなチョコあるんですか。ありませんよ。そう、まあいらんこと言うなって。ちょっと笑ってまうから。はい、お願いします。1、頑張れ。ちょっと待ってください、サーブミスで。ちょっとサーブ、はい、残り2回、残り2回、残り2回。よし、みんな俺らにかけろ。お願いします。1、2、3、4、5。はい、ラスト1回。ラス1、ラス 1, 1、はい、ラス 1, 1、はい、ラス 1, 1、はい、ラス 1, 1、ちょっともう食らわないんで、バスケ。すいません。すいません。ちょっと調子乗ったけどな。はい、一番先般この人やから。すいません。じゃ店長、もうちょっと離れた方がいいかもしれないですね。アドバイスをしてあげましょう、最後やから。まあ、あとはリスナーさん次第ですよね。これ、納得するかどうか。ちょっと1球だけ試し打ちさせてもらっていいですか。いや、そんなんなしですよ。なし、はい、いきますよ。巻き巻き。よしよしよし。はい。1、2、無理やって。はい、終わり。あ、まだ生きてる。あ、まだ生きてますよ。せこい、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 あれ、CD でしょ。あかんやん、結局。おい、ひどいぞって言われてますけど。ちょ、ほんまにちょっと、ちょ、あと一回だけ。あ、なんか泣き？じゃあ、土下座して、土下座して。いや、それは嫌。じゃあ、やめとけや。いや、ほんま、これ、あと一回だけ、俺が。ラス1？はい、ラス1で。わかりました。じゃあ、ほんま頼むで。はい、せーの。1、2、いけるいけるいける。3、4。あー、福ちゃん自分の時言わへんけど、人の時いけるいけるとか言うね。じゃあ終了。あ、股関節が痛い。いやー、姫路店絆ないわ。いやー、ちょっと手首がちょっと、いやー、こんなことでお客さん来てくれるんですか。絆は来る。はい、絆は来る。絆は来るの意味がわかんないですけど、すみませんけど。絆40代。そこ？絆は来る。めっちゃごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。みんなめっちゃ息切れてるやん。いやー、ちょっと、まあ、賞味で言わせてもたら。あ、じゃあちょっと、はい、賞味。先般誰ですか、今日。え、先般。先般、先般。先般ってなんですか？ A 級先般。一番ひどかった人。いや、せーので指差しましょう。あ、せーの？いいよ。せーの。あ、ケツバットですか。でもみんなから一発ずつ食らっといたら。まあ、そう、ほんま終わらんかったもんな。そっちの方がいいですか。よし、行こう。ちょっと次回またリベンジしてよ。バドミントン練習しといてよ。いや、これでケツバットしようか。痛いな。それは痛いやろ。いや、案外ネットのとこでやったら大丈夫や。いやいや、そのネット狙えるんですか、あなたたち。試します、試します。はい、どうぞ。ほら痛いやん。痛いっすよ、痛いわ。いや、痛いっすよ、痛いっす。そら痛いわ。福ちゃん、今日マジックないんすか。今日のマジックっすか。トランプとかで無理な。いやー、またそれは次回にしますわ。あ、そうなん、はい、マジックしてくれたら罰ゲーム回避良かったかもしれないのに。あ、じゃあやっていいっすか。トランプあるんやったら、またトランプあるよ、はい、ちょっと待って、じゃあ用意しよう。曲がった。ちょっと待ってくださいよ、もう。請求しますよ、もう。トランプいけるんですか。はい、トランプで。じゃあ、福ちゃんマジック、はい、10秒マジックできますね。10秒でできるの。はい、よし。じゃあ皆さんね、じゃあなんとなくできますね。え、なんとなくでやんの、マジック。あの、足ブラブラ。じゃあ、適当に、今5人おるんで、はい、よし、5のクローバーを当てたいと思います。おー、ストップ入れください。めっちゃかっこいいですよ。ストップ。早っ。ストップですね。はい、よし。じゃあ 5人おるんで、1、2、3、4、5。実はこれがゴールクローバーなんですよ。
実は。で、1,2,3,4,5 でしょ。で、マイマさん何が好きですか、数字。私は6。6。1,2,3,4,5,6。ガッツさんは1から10の間。9。1,2,3,4,5,6,7,8,9。え、けどこれで前めっちゃすごかったんですかね。何ぼすか。1。1、店長は。9。1、2、3、4、5、6、7、そうそう、ガチガチ。この前すごかったっすよ。すごかった、すごかった。俺適当にやってるもんや思ってんだけど。いや、僕らも適当に思ってたんですよ。これが5のクローバーっていうのは実はカムフラージュなんですよ。でも僕は5のクローバーを当てます。当ててね。じゃあ、ちょっと待っていいですか。どっち、右利き、右利き、OK、右、こういう感じで持って、グッと、グッと、待って、よーし、カメラに見えるようにした、はい、うん、いきますね、ちょっと力抜いて、若干、これ念じないと無理ですからね、だって今ゴールクローバーこれですよね、よし、下に置いてるからな、頼むで、俺、絶対いけるで、ちょっと力抜いて、しゃ、今何が好きですか、色。色、青、青、心理戦ですよ、青、青、青っすね、オッケー、あ、お、青、青、よっしゃ、俺がゴールクローバーっすわ、嘘でしょ、来てほしい、来てほしい、はい、青っす、嘘でしょ、マジで、はい、じゃあちょっと広げて、え、すげえ、すごーい、すごい、お前ゴーや、はい、これがゴールクローバーっす、実はすごいね、すごい、すげえ。バレました、やば、心のマジックですね、これでちょっと許してくださいよ、許してほしい、ケツバット回避したい、はい、じゃあ今の良かったかどうか、ね、すごかったかどうか、体験型したん初めてやわだって最初に5番1捨ててみんなの好きな数字言ってって感じで、僕は今あの念じたんですよ、ここの黒バッグすごいな、わ、パチパチって言われてる、すごいね、すごい、これはすごかった、マジックすごかったですか、ダメって言われてるけどね、ダメすごい、すごくない、どっちか、あ、すげーな、マジックっていうよりも、まあ、なんていうんですかね、心理戦なん、心理戦、へぇ、すごいね、はい、非公式ですから、でも、青って言って、多分何回も叩いてますでしょ、あれ、来てほしい、すごかったよね、なんか、いやいや、だから入りすぎとったんで、っていう感じで、あれでトランプ選んだ、すごい、すごいよ、福ちゃん、かっこいい、かっこいいな、はい、じゃあ、さっきのかっこよかったな。ねえ、バドミントン全然やったけどね。もう合コンとかで絶対やるんじゃん。いやそんなことないですよ。じゃあ、結果出しまーす。ドン。すごいな、これ。マジック良かったですか？すごい、50%。すごくない、50%。嘘ネタバレしてる？ネタバレはしてないですね。ネタじゃないですね。マジックすごくない。一番下に仕込んでただけですか？いや、違います。違うんや。はい、そうじゃないですよ。まあ、ネタバレしたらね、ちょっと次使えないからね、いつかリベンジしたいですけど、これはすごいわ、うん、とりあえず、今日お菓子持ってきたんで、じゃあ皆さんに1個ずつ取ってもらいます、はい、快く快くこう、はい、食べれないのはなんか小さい、でかい、ちょっと感覚だけ、あ、じゃあ、今日一番頑張った人から取っててください、まあ、店長か、あのモッフルか、店長です、絶対好きなの取ってください、これハズレ1個なんかだってとは限らないですか、だってすいません、私今日ちょっと何個ハズレ入れたかとか分かってないです、まだ見たらあかんねえ店長、っていうことはハズレあるってことですか、じゃあ僕こっち行きます店長、はい、どっち行きます、いや、いいよ選んど、嘘、バレンタインデーなんでね、そっち行くいや僕こっち触った時柔らかかったですよ、もうなんか やばいそうやな、もう開けて大丈夫じゃあ一斉にね、開けて食べてください、やばそうやぞこれ、うわちょっとやばそう、なんで触って感触確認したって言われてますか、あ、ピザパンみたい、あ、これセーフっぽい、あ、めっちゃセーフや、食べた、いってらっしゃい、あ、なんかやばそう、なんかプン色がちゃうもんあ、もう声やんちょっと見せてもらっていいですか、辛っ全然僕当たりですか全部ということ、赤く塗ってないやつは普通のお菓子です、モッフルすごい顔してるけどなんで自分から食べた、てか福ちゃんどこ行ったあ、ハッピーバレンタインと言ってますんでね、
いやバレンタインデーなんでね。あら。ほんま。これタバスコですよね。これデッソーさん入ってます。いや食べんでいいで。無理して食べなくていいで。モッフルよかったね。モッフルおめでとう。モフモリさんおめでとう。明日お腹だけ気をつけてください。はい、ということで、姫路店ね、ちょっと長くなっちゃいましたけども、明日ね、百花繚乱ということで、ぜひ日付変わりましたけども、こちらね、ポスター掲げてますので、ぜひ遊びに来ていただけたらと思います。あとね、大物有名人がご来店ということで、ぜひ朝からね、来ていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。これで誰か分かってくれたらいいですけどね。とりあえず、シゲルも一口食べてみたらって言ってますけどね。もう全部みんな食った。あ、もう一個ありますよ。やば。ええもう散々食ってきたもん、今まで。いや、ちょっとね、なんかリアクションのお手本みたいですよね。元森口やからね、この人。多分ね、もうこれぐらいのデスソースじゃリアクションできん。何ですか本番に僕。涙が。直やもん。涙が。デスソース直やもん。直っすか、うん、これまだ料理に入ってるやん。一回ね、森口でもやりましたけどね、これ。ああ、めっちゃ辛い。なんかデスソースと黒酢と、なんかようわからんもん、とりあえず罰ゲームの組み合わせだけで飲んだもん。え、食べますか？悶絶やで。はい。はい、ちゃうわ。はい。はい。なんかこれ、さっきのモッフル。凝縮されてる感じですね。あ、これやばいやつ。しげるよろってやつですけど、ちょっと見せてもらっていいですかね。色がちょっともう完全失敗作やん。デス入ってるし焦げてるし。違うんですよ、あのね、デスソース塗ると焦げるんですよ。あ、懐かしい匂いや。みたいな。しげるよろしく。店長おめでとう。店長おめでとう。店長ハッピーバレンタイン。店長誰か道連れ一緒に。あ、いいですよ。一個一個じゃないですか。いや、あの一個とも当たりのやつじゃないですか。色的に。え、両方アウトですか。俺はわかる。どっちもはず。え、どっちも。よろしくお願いします。でも福ちゃんあんまり来ないもん。行けたんちゃうの。いや、僕どっちかで行けます。そうやね。どっちでもいいよ。色まあ、くれぐれもお腹には入れなくてもいいので、うん、いただきます。いってらっしゃい。いただきます。どっか行った。どっか行ったね。そんな辛いないですよ。あの辛いとかじゃない、これ吐きそうなんね。なるほど。気持ち悪い。これこれ。なんか僕お腹が熱いっすもん今。なんで全部食べた。いや、わりかし美味しいかなと思って。ああ、あのね、結構ねチョコレートに混ぜるとね、最初は美味しいんですけどね、後で来るんですよ。ほんますね。はい、森口思い出した。見せれないよって言われてますね。ということで、こんな感じで、はい、キコーダ姫路店ぜひね、今日来ていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。ということで、明日はキセラ川岸なんですけども、明日なんかバレンタインチョコをみんなで作るそうなので、あの見ていただいたらと思います。私は、明後日の神津島でこれを収めるのはミルクティー、よろしくお願いします。じゃあ、ね、最後姫路店告知してください。はい、はい、姫路店、はい、亀田のあられおせんべい。はい、来てください。ということで、さよなら。ありがとうございます。バイバーイ。キコーダチャンネルをご覧の皆様、どうもギリシャリです。この度ですね、12月25日にニューシングルギリシャリの黄昏日記を何やろ。何や、ほんでヨーヨー。カウントダウンテレビじゃないよ。違うよ。で、ヨーヨーって何や。ギリシャリの黄昏日記。黄昏日記応援歌。何やそれ。すいません、カウントダウンテレビじゃなかったです。キコーダチャンネル。あ、ダムチャンネルから思ってしまいました。なんでこんな見なあかんの。ダムチャンネルの前。すいません、ギリシャリなんでダムチャンネルで見なあかんの。
応援日記、キコーナの応援日記というブログをやってます。我々銀シャリのキコーナ応援日記というブログをやってます。ぜひね、チェックしてください。本当にぜひチェックしてください。じゃあ最後なんか一発ギャグでもやって締めていただきましょう。なんで一発ギャグするのか。はいはーいはーいはい。ちょっと改めて止められますよ。いや止めよ。止めろ早く。止めろ。ちょっと最後通天閣じゃなあかんね。言うと思ってたもんね。通天閣あれ俺気に入ってないもん。橋本だけは気に入ってんの。いきます。通天閣大阪を代表する大阪客。はい、いきます。通天閣。どうもありがとうございました。全然映ってなかった今ね。気候の応援見てね。映ってなかったね。